じゃあ RC スーパー GT 選手権全国大会、こちらは RC ミッションブースにやってきました。はい、というわけで原チューンさん、はい、お久しぶりでもないですね、先週あったな、はい、というわけで今回は RC ミッションさんがブース出してて、で原さんはなぜかずっと作業してるんですけど、これね、新しい X4、25、あ、2025ですね、金曜日に日本に届いて、日本セントラルからは金曜出荷して、各店舗さんには土曜日、今週土曜日、はいはい、だから今日、あ、じゃあもう手にしてる方も見えるかなぐらいなタイミングで、おそらく手にしてる人はいると思います、はいはい、僕軽くなんか情報だけ見たんですけど、まあ、ダンパーが短くなって、ダンパーが短くなって、まあ、一番あの変わったところはアッパーアームがリンク式になってフルアジャスタブルタイプになって、あの今までの樹脂とカーボンのハイブリッドも両方入ってる感じですか。両方入ってます。じゃあまああの微調整したい人はリンク式で、そこがちょっとめんどくさいなって思う人はその従来の24のアッパーアームが同梱されてるんでね、だから選べます、はい、あのキャスターも調整したい人はリンク式にして、よりこう微調整したい人はリンク式にして、でシンプルにセッティングしたい人は24のアッパーアーム使ってもらえる、はい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 、僕どっちかっていうとねシンプルの方が好きなんですよ。まあでもあの硬さ含めてなんか動きが違う可能性もあるって感じですね。おそらくね、このたわみでもね、この車すごい出やすいんですよ ね、 なんかあの FF の柔らかいの使うって人もいるらしいですね。そうそうそう、うん、でスーパーソフト、エクストラ細くとか、エクストラソフト、ソフト、ミディアムみたいな、あ、そんなにアッパーアームだけで、うん、あります、あります。あ、ね、じゃあまたリンク式もできて選択肢が増えたって感じで、おそらくちょっと僕もあのまだ詳しくはないんですけど、そのリンク式も硬さがね2種類ある。あ、そうなの。いやいや、そのプロトタイプありました、ね、あ、言っていいのか分からない、ちょっと製品版がどうかは置いといて、おそらくオプションで出てくる可能性も高い、まあ、細かいところですね。まあまあその他なんか微妙にアップデートしてるって話ですね、ちょいちょい ね、 そうですね、はい、じゃあこの辺なんかホームページから拾って貼っときます、まあ、うん、じゃあの今回一番変わったのは、ね、ダンパー、ね、うん、で1個とりあえずあの今組み立ててみて、はい、すごく短い、これ激烈短いです、ね、ちょっと置いた方が分かりやすいかな、ね、すごい短い、ね、でもね従来のスプリングショックスプリングダンパースプリング使える、はい、ね、ああそういうことですね、うん、より下がった感じ、はい、あでこれクソ短いのはいいんですけど、うん、なんかねこのトップキャップがちょっと今までに見たことがない、そうそう、ね、これ一回ちょっとね仮にまあ、仮にこうダイヤフラムがペラン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 、はい、分かる、すごいペランペラン、本当だ、ダイヤフラムをこう入れるんですよね、はい、まあこれは今までによくあるやつ で、まあ、で今回が、まあ、ちょっとオイル抜きますね、はい、オイル抜いて、まあ、僕の場合いつもゼロリバウンドか 10% ぐらい持る、はい、うん、でこれ今回ねキャップとトップエンドかな、はい、これがあのなんとセパレートされて、今回一体型で、あのトップにネジがこれ内側に入る、内側に切ってある、お、まあ、あのキャップにアルミのケースかぶせるんじゃなくて、もう樹脂のトップキャップもそのままそのままネジ切りシリンダーにネジ込むか、これですね、このキャップとトップかな、うん、そうですね、トップが見える、ここにネジが切ってあって、それをシリンダーの内側にねじ込むというね、今これオイル抜いた状態で、はい、でここからこのままねじ切りがしてあるんで、こうねじ込んで最後までギュッと、あ、これでまあ単純に外からかぶせるか内にねじ込むかだけの違いなんで、まあ構造的には、まあ、やることは一緒って感じですからね、このリテーナーがもうなんていうのかな、もうこう、こう、あ、一番上も、上まで来ちゃうね、そういうことね、これは全体のショック長が縮みすぎたせいでスプリングの自由帳を、うん、そうだね、をクリアするためにこのアジャスターを一番上までしたかったという理由でこのキャップになったっぽいですね、すげえ構造になってきましたね、すごいこと、これ初めてちょっと見るかな、ね、うん、で結構このアジャスターの上下幅もそんなに動かさない感じ、うん、そうですね、うん、ね、だから3mm、4mm ぐらい、ね、この辺もある程度車高もスプリング調も決め打ちで、まあ微調整って感じですね、うん、
まあ、最近のツリンカーなんかその辺セッティングね、うん、だいぶシビアなところを決め打ちって感じなんで、最近特にこういう加工がすごいなんか難しくなってて、機械なんて加工屋さん泣かせる、あーそういうことね。で金型にもね、あのねじ切りも あるんでね、昔に比べたら相当進化してますよね。すごいな。まあ、だからこれはシリンダーの外側にアジャスターのネジが切ってあって、内側にあのキャップのネジが切ってあって、だから両方切ってあるってことね。表に切って裏にも切ってある、ね、この薄い、ね、シリンダー内で内側と外側にネジ切りがある。この辺はエクスレイさんね、あのすごい DMG 森のすごい機械いっぱい入れてるんで、ね、見ました工場見学。あれね、あの機械でいくらするんだって。DMG すごいいっぱいあったよね。めちゃくちゃ並んでるから。並んでたよね。あ、億単位の機械が20機ぐらいあるんで。あれはちょっとやべえっすね。よく見てる。まあ、いや、あれいくらすんだと思いながら見てたんですけど。いや、X レイすげえな。やっぱこの辺は X レイならではの加工の精度とかね、もろもろ含めてよくできてるなってことで。まあ、あとは、この前僕、シマッカーのダンパーも短いなと思ったけど、これも大概短いですね。いやなんか橋本ユーザーの方これ使ってみたいな。ああそういうことね、うん、はいはい、はい、まあ長さが大体一緒なら、ああらららいやもうどうですか小林さん、この大きさちっちゃいそうか。まあというわけで、じゃあ X-ray X4 2024じゃなくて5だ、25の最大の特徴であるこのミネ、うん、超ショート、今どこまで行ったんですかね、ウルトラなんとかかんとかとか名前がなんか変わってました、なんかね、うん、じゃあのホームページから見ときましょう多分スーパーウルトラハイパーショートなんとかショートになってるよということで、はい、というわけで、まあちょっとこれが一番最大の特徴でね、まあ構造も面白いということで、いや面白いですね、ありがとうございます、はい、じゃあまああの買った人はもちろんこれから検討中の方も、はい、はい、ぜひよろしくお願いします。というわけで RC ミッションさんはあとはこんな感じで、まあ、ミッションさんの 3D プリンター製品がメインでいっぱい販売中なのと、あとはズーレーシングのボディ、ね、これスーパー GT では結構使ってる方多いですよね。まあまあ結構おかげさまで使ってもらってます ね。そうか、結構今もうここで現地販売もされてるということで、ね、もう結構山であったんだけど、あ半分以下、あうちのおかげでね、あでも売店なんか売り子さん働いてください、連れてきたもん、はい、ということで、じゃあまあそんな感じで、RC そんな感じで RC ミッションブースね、はい、まあ楽しくやってるということで、じゃあありがとうございます。じゃあちょっとこれね、またラジテン名古屋あたりで走ってるのを見、そうだね、そうそうそう、うん、ね、うん、来てください、またちょっと取材する機会もあると思いますので、ま、じゃあ今日は RC ミッションの原さんでした、ありがとうございました。